すでにいろんなところでは、ええー、公認候補の名前がまあさ皆さん出ております。はい。それがこんな皆さんです。右側ご覧ください。はい。ドえー、リカルド・ロドリゲス、ああはいはい。ウラモフスキー、肩の坂智弘という名前が出ております。はいはい。まあでも確かに例えばリカルド・ロドリゲスさんとかちょっと裏場ではちょっと違うね、あの状況のところもあったかなと思いますけど。 基本的に徳島でやってたサッカーを、だから、やっぱね、東京としても、だから見せてほしいみたいなところはあるんでしょうし、グ、うん、ラモフスキーさんはまあ山形とか清水でもね、監督の経験ありますけど、そもそももともとマリノスのコーチだったっていうのがありますから、やっぱ、まあ、ああいうサッカーですよね、マリノス的な。空、ねうん、いてるんですね、そもそも、皆さんね、フリー。そうなんです。うん。皆さん、今のところ空いてます。片野坂さんは最近ね、打像の解説とかでも結構ね、お声聞くケースが増えてきたなって代表系のお仕事はどうするんですか なんかね、なんか、そういうふうに行くのかなと思ったら、特になんかそういうのをやってらっしゃらないやってないんだ。やってるのかなと思ってましたかんですよ。ねなんかね、なんかあるのかなとか思っんでそうではなかったといことで。で、クラモフスキーさんも最近ね、あの、山形の監督、ちょっとおやめになられたって言いましたから。まあ、だから、ある意味、適任な存在は3人ほど、確かに今、市場にはいたんだなってことなるほど。みんなでも、J リーグやったことある方、やっぱりばっかり。 です、いいんですね、やっぱりね、どうなんでしょう。ですね、だから、すぐだから来てほしいって感じになっちゃったからこそ、やっぱり今、すぐ行けそうな人って感じなのかな。スピードはやっぱりね、経験値の方がってことか。うんだと思うんですよね。でも、ただ、この中でさ、皆さん、僕はちょっとリカルド・ロドリゲスさん、ちょっと現実的ではないんじゃないかと思っていて、そうですかだってやっぱりリカルド・ロドリゲスといえば、もう岩を蹴んじゃないですか。はははいいい 岩尾さんだってもう浦和で主力だもん。今から遺跡で取りますなんてことはちょっと難しいんじゃないかなとは思っていて。<laughs> でもただやっぱりね、ここからボールを大事にそう、選手の皆さん的にもとか数字的にもちょっとそこまで保持がうまくいってるわけではないっていうのと、やっぱちょっと全体的にもリバプールに近いような堅守速攻型のメンバーが確かに集まってる気はしてるので、うんうん、なんかそっちの方がいいような気はするけど、ただ保持大事にしたいとは言ってるからこそ、はい で、この三人の誰か持ってくるんであれば、やっぱりね、いわゆる、ナ弟子みたいな選手がいないとちょっと難しい、すぐにはフィット難しいんじゃないかなと思うので、うん、そのロドリゲスさんで行った時の、岩尾さんみたいな人が誰か必要なんじゃないかなと思うわけですよ。なるほど。こうなってくると、まあ可能性が高くなってくるのは、まあ二人かなと、クラモフスキーさんか、片野坂さんのどっちかかな、っていうふうに僕は思いますと。で、クラモフスキーさんだったら山形のセンターバック野田選手とか、あとフォアダの後藤祐介選手とか、なんなら、 後藤選手に関してはね、清水時代、山形時代、ともにやってたりするので、おか、うん、考えとマネージャーの筆頭閣になってくるのかな、っていうふうには思いますし、うん、あと、片野坂さんで言ったら、やっぱり、大分時代でね、共に過ごした、例えば、三沢優斗選手とか、あと、今、川崎にいる小塚和樹選手とか、うん、あとは今、トゥールーズで、なんかちょっとね、なんか、トゥールーズ満了になりそうな、オナイル選手とか、うん まあこの辺りが誰か一人二人いれば、まあフィットは早いんじゃないかなと思うので、まあ、監督一人取るっていうことだけではなく、おそらくは選手一人二人も誰か、まあプラスで取れるっていう風になって、ようやくどっちかっていう風に決まるんじゃないかとは思うんですけど、まあこんな感じでございますと。